さあ本日も動物の森やっていきたいと思います。本日はですね、夢見の館でですね、ちょっと夢を見ていきたいと思います。というのもですね、僕が結構前に御代田村長の星の村っていうやつで検索した結果、一件ヒットしまして、まあ、そこにお邪魔したんですけれども、今回もね、ちょっとそこの村に行きたいと思います。あの頃からだいぶ経ってるんで、もしかしたらね、一個だけじゃなくてもう二個三個くらい新しい星の村ができているんじゃないのかなという僕の憶測ですが、ちょっとあったらね、そこに行ってみたいと思います。今回は探したいで検索していきたいと思います。その中で、村の名前ですね、星の村でカタカナで検索したいと思います。星の村決定。そうですわね。じゃあこの辺りの夢なんていかがかしらと、まあ、星の村、ユリカ、コーリー、シルクなどなどたくさんあるんですけれども、ほらありました、星の村ミオトね。これ他にもあるんじゃないかな、時間経ってるしね。おっとっと、ほら星の村ミオト、二つ目の星の村ミオト村長ですね。見知らぬ猫が二人いる、ミユさんも二人いるね。たまたまかな。で、あと、あれミオト、ミオト。4。お、5! 星の村ミオト村長が5個ありましたね。5個行ってみるか。1個は、さっき言ったように行ったことがある場所なので、まあ、どこかはわからないんですけれどもね、片っ端からじゃあこの星の村行ってみますか。下から、じゃあ行きましょうか。決定。その星の村の夢になさるのねと。それじゃあお代金を頂戴して、はい確かに、それじゃあパジャマに着替えてベッドの横になってくださいな。久々だな、夢に行くの。米川さんの村に行って以来だと思いますね。ではお部屋の明かりを落としますわね。羊が1匹、羊が2匹、メリさんの羊、羊、羊、メリさんの羊は雲あるさ。でで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 、でででで。はい、着きました。暗いですね。夢の世界へようこそ。あなたは今、星野という村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましねと。さあさあさあ、ここの星の村はどんな感じ。お、地形が僕のところより全然いいですね。ちょっと住民見ていきますか。はい、ハムスケ、あ、いないですね僕の村には。ヒノコ、あー、あの鳥だ。え、中古、あー、新品もあるんですかね。ジュリー、あー、沢田健二さんですね。チョロ吉、あ、なんかネズミ系多いな。バズレー、トンコ、ドミグラ、トミト。おー、うちの村にいる住民は一切いませんね。で、ここが宮戸村長のお家ということですね。まずは村長の家めがけていきますか。マイデザイン貼っていたりっていう感じではなさそうですし、あ、でも、梨は同じですね。同じ特産ということで、外観は結構気にしているみたいですが、家が最初の段階なのかな？ちょっと入ってみますか。お邪魔しまーす。あー、なるほどね。女の子の服があるな。女の子の部屋なのかな。でも宝石もちゃんと置いてあってね。夢と思い出がいっぱい詰まってる。素敵。あ、待って、これさ、ベルリーナからもらえる家具じゃない？違うかな。なんかそんな感じな気がするけれども。そしてこれがヨッシーなんですけど、ヤヒーでできない。 Wii U に邪魔されてますね。部屋はここ一箇所だけ。村長どこにいるんですかね。少なくとも前に来た村ではないですね。そしていました、ミオト村長。はじめまして、よろしく。あ、最初のメッセージですね。まあ、住民もな、見たところでうちの住民とは違う人ばっかりなので、まあ、なんとも言えないんですが。あ、いたいたいた、ヒノコですね。おや、あんた初めて見る顔だね。こんなところで会うなんて特別な縁でもあるんじゃないかって気がするね。熱いわ。いや、ヒノコって言うくらいなんですからね。熱いですよね。トンコ。トンコ面白いね。初めて会う人だよね、ダバさん。なんだか最近夢と現実の区別がつかなくなっちゃってきてさ。なるほどね。そんな感じか。まあ、雑草もちらほら生えているし。なんだろうな、始めたばっかりっていう感じがしますね。なんかこれから大きくなっていくような気はします。次行きたいと思いますね。なるほどね、こんな感じか。じゃあ次は下から2番目のこの星の村、御代田村長の村へ行きたいと思います。
その星の村の夢になさるのねと、まあ、どれも一緒な気もするんですけれどもね、なんかこう俺の村以上に発展してる星の村をちょっと見てみたいななんて思ったりしています。はい、来ました。ここは朝ですね。お、ちょっとばかしマイデザインが貼ってありますね。それこそ前に来た星の村とはまた違うところっぽいです。ちょっと見ていきますか。あー、なんかここら辺は似てるな。この広場の周りに水のデザインを貼ってあるっていうところが、小雪、サントス、クワトロ、リンダ、マグロ、サッチ、タケル、レイチェル、タコリーナ、あ、いいな、タコリーナ、タコリーナ、うちの欲しいな、うちに欲しいなーって思ったりしてるんですけど、交番もあるんで、もしかしたらうちより発展しているのか。でもそんなわけでもないのかな。お、すごい、キノコいっぱい生えてる。あ、でも綺麗、綺麗なマイデザイン貼ってますねこれ。お、はじめまして、サントス、君は誰だい、見たことないってことは、そうか、君はいつしか出会う運命の人なのかい。よー、違うよー。結構、あー、見て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 、座るアートですよねこれ。よっこいしょ、いいですね。これが多分マイデザ要因なのかな。なんかできたばっかりだしね。ミヨト、ミヨトさんの動画見ています。うわ、すごい。あ、これもしかして俺が来るかもしれないと想定して作ったメッセージなのかな。あのね、顔も一緒なんだよね。すげえ。これはどっちなんだろう、どっちの家なんだろうな。ミヨト、ミヨン、あれ、ミヨト、ミヨン、ミヨンちゃんまでいるの。あ、すげえな、そこまで再現してんだ。ってことはここがミヨト村長のお家か。面白い。お邪魔します。あ、すごいすごいすごい。写真もたくさんあるし。なんか綺麗な家ですね。桃がいっぱい置いてある。ちょっと他の部屋も見てみましょうか。お邪魔します。あ、こっちはなんか黒い感じで統一してますね。ウォーターサーバーもあっていい感じ。こちらが右の部屋。あ、寝室といった感じでしょうかね。まだ作ってる最中でしょうか。そしてここが地下。あー、風呂場とか、なんか、水回りって言ったらいいのかな？洗濯機とかもあってね。あー、なんかちゃんとされてるね。そして2階と。あー、できたばっかりって感じ。机があるってことは、なんか、遊ぶ部屋というか、本当に自分の部屋みたいな感じでしょうかね。ほんでもってミオンちゃんのテントなんだけれども、何もないですね。ミオンちゃんはどこ？あ、待って待って、いた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 。これミオンちゃんか？あ、ミオンちゃんだ。よろしく。あ、よろしく。あ、待って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 。公園かな、ここ。多分公園にするんだろうな。これグローブジャングルあるし。おーおーおー、あれなんだこれ。これなんだろう、ライト？ランプ？なんて言ったらいいんだろう。あ、いた、豚。あ、豚じゃねえや。タコリーナだ。うわー、欲しいなー、うちの村に。よそから遊びにいらしたんですか？ここは夢いっぱいの星の村です。どうぞ心よくまで探検してください。いや、俺このベンチ欲しいんだよな。これをカフェの横に設置したいんですよ。これからなんかさらに大きくなっていくのがすごい期待されますね。次来た時にもっと大きくなってたら感動しちゃうな。ちょっと次の星の村行ってみますか。じゃあ続いては下から3番目の星の村に行ってみたいと思います。はい、3つ目の星の村でございます。あれ？さっきと同じ？どういうこと？なんで2つあるの？同じようなところが。でもちょっとだけ違うんだよね。ってことは？あ、でも村の形全く一緒じゃん。どういうことなんだろう？マイデザインもちょっと違うし、多分ソフトは一緒なんだろうね。じゃあ下から4番目のこの星の村に行ってみたいと思います。はい、着きました。4つ目の星の村です。あれ？地面的に秋っぽいな。更新をそんなしていないってことかな？まあまあまあいいでしょう。ちょっと見ていきますか。オズモンド、ミラコ、ダルマン、マリー、ビリー、ジミー、アリア、グミと。草もボーボー生えてますよ。結構長いこと放置しているのかなと。あ、ミラコだ。うん、見たことない顔だね。はじめまして。うちの名前は、あ、やめとこう。夢の中で名乗るなんて、ちょっとやぼだもんね。ダムーン。そんなことないムーン。ここら辺かな？あ、いたいたいた。え？秋にクリスマス？しかも女の子っぽくない？あ、女の子だ、ほら。よろしくって。
ちょっとびっくりしちゃった。あ、秋だからキノコも生えてますね。家も小さめですね。ちょっと入ってみましょうか。お邪魔しますと、あ、でも広いっちゃ広いかな。あれこれなんだっけな、ハーベストだっけ、ハーベスト系の家具だった気がする。これ何、え、怖い怖い、何これ見たことないんだけど。ちょっとびっくり。なんか秋っぽいね。あ、これあれじゃん、あのキャプテンファルコンのやつじゃん。おう、ぜひ一家に一台欲しい感じですね。はい、ということで本日はですね、僕の星の村とは違う星の村に行ってみました。冒頭にも言った通りですね、当時は1個しかなかったんですが、今は5個に増えていました。まあ1個ね、同じところだったとは思うんですけれども、まあ嬉しいよね、こうやって真似して、名前も、村の名前も村長の名前もこう同じにしてくれるっていうのは、ちょっと僕もね、恥じぬように村づくり頑張っていきたいと思います。ということで本日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。